西所沢駅のね、中の方はね、いろいろこれでね、前の動画でね、いろいろご紹介させていただいたので、今度はですね、いろいろこう外をですね、ぐるんぐるん回ってね、なんか面白いものがあったら撮影していきたいと思いますね。しかしこの辺もね、やっぱ人通りが多いんでね、非常に撮影やりづらいなみたいな感じは非常に感じますけど、頑張っていきたいと思います。でね、これがね、西所沢駅の、ね、改札口でね、結構ね、駅前にね、こうタクシーがね、いっぱい客待ちをしてるなっていうんでね、随分都会に来たなってね、こんなね、何台もタクシーがね、客待ちをしてるってのは非常に珍しいなと思いますね。で、これがですね、珍しくはないか、珍しくないって今までになかったってことですね。で、これがね、西所沢駅のね、の駅前にあります観光案内なんですけれども、これもまた所沢市のね、観光案内所なんですけどね、まあ、観光案内図か、まあ、特に駅近になんかすごいものがあるってもんでもないんでね、なんとなくたらたらね、周りだけ歩いてね、それで終わりにしたいと思いますね。で、こう終わってね、これは西武バスのなんか路線図かなんかの昔ね、これ駅のね、真ん前で、こちらがね、駅の切符売り場があって、交番があって、で、西武バスって看板があって消えてるんで、多分昔ね、ここから路線バスが出ててね、いろんな方面に行ってたんだけど、全部廃止だったね、残骸じゃないかとね、想像してるんですけどね、こういうの見るとちょっと寂しいですよね。で、これが横に、まあ、昔ながらのね、公衆電話なんか残っててね、その後ろにあるのが伊藤園、おーい、お茶ってね。でね、これはあと串焼き屋さん、これは多分ね、まだ昼まで閉まってるだけで、夜はね、開店されるお店だと思いますね。そんな感じですね。で、その横にこう気になるのがですね、やっぱこれですよね、美容ヘルス入り口でございますね。床屋さんがね、美容院さんとか体屋さんですけど、美容ヘルス入り口すごいですよね。入り口、あ、この奥にあるわ。こんな困ったところに行ってね、ここね、美容ヘルスとかありますね。まあ、確かにあったですね。なかなかなこの看板ないと大体誰も気づかないですよね。で、まあ電気屋さんとか洋品屋さんとはね、そんなのがこう並んでるという感じですね。で、これが駅のね、まあなんか施設がこんな風にあると、そんな感じでございますね。それでここがですね、駅の真ん前のね、駐車場なんですけどね、24時間900円ということで、またちょっと下がりましたね。狭山が丘確かですね、24時間ですね、1000円だったんで、ちょっと値段が下がったな。で、ここが自転車置き場は15時間ごとに100円ということになっておりまして、まあね、まあ100円200円の差ですけどね、こういうところで微妙に値段が変わってくるのがね、ちょっと面白いかなとか思ったりもしますよね。はい、この自転車置き場、ここは24時間でね、1回でね、100円で自転車が止められるという構造になってるわけです。で、なんかね、古いね、呉服店みたいなのがあってね、洋品屋さんですかね、呉服屋さんというよりなんか洋品屋さんっぽい感じもしますけどね。で、その先にはもうね、ちょっとね、今度また下がりましたね。24時間800円。値段がさらに下がってですね、24時間800円とさらに値段が下がりましてですね、まあ、安くなっちゃったみたいな感じですけどね。まあね、いろいろね、面白いですよね、本当ね、こういうところがね。で、なんかこの住宅の段々構造とかね、なんなんですか、このアパートの段々構造とかね、ちょっと珍しいなと思ってね。なんですかね、敷地が段々だから、坂道だから、それに合わせて段々構造にしてるのかな。珍しいな。で、ここには、どん丸さんっていうね、お持ち帰りのあれがあって、その横になんか、もくもくっていう、焼肉屋さんみたいなのがこうあって、あ、ここ下り坂ですね。下り坂なので、坂に合わせてこうやってね、建物も段々にして作ったということですね。結構基礎の型枠とかも大変だったかもしれないですね。まあこうやってね、頑張って作ってるということでございますね。ラーメン、なんか素敵な看板がいっぱいあるじゃないですか。あのラーメンとかいうあの看板もね、すげえかっこいいですよね。あ、なんかあれもいいや、丸高名店街、なんだろうこれ、丸高名店街ってなんですかね。でも塞がっちゃってますね、これね。昔はなんかこの中にいろんなお店が入ってたのを潰してなんか解体しちゃうんですかね。ロープが張ってありますよね。非常にもう、なんだろう、すごい、なんですかね、この丸高名店街ってね、すげえかっこいいですよね。なんだろうこれ、素晴らしいな。焼き鳥マサさんとかね、なんかわあ、こうパッと見こっち丸高名店街すごいですね。この見た感じがすごいね、かっこいいなとか思いますよね。はい、でこれが先ほどねご紹介したですね、なんか古風なね商店街で、今閉まってるところなんですけれども、いろんなお店が中に入ってたみたいですね、やっぱりね。
天ぷら、おでん、材料、パン屋さん、魚屋さん、床屋さんとかいろんなお店が中に入ってて、いろんなお店が入ってて、それがね、集合体として営業されてたんですけど、今はなんかね閉鎖されちゃったみたいな感じですね。これがね盛んに営業されてた時にね、一回ですね中覗いてみたかったなみたいな感じで、ちょっと来るのがね遅くなっちゃって残念ということでございますね。はい、非常にですね、パンケーキ、台湾屋台料理ね、それから手作りとね、天ぷら、おでん、材料、パンの高橋、千家の岩政、床屋さんですね、でオートブル、オートブル、あとですね、八百屋さんですね、あれからですね、紳士服の寸法直しですね、で果物の缶詰屋さんということですね。でこの空欄になってるとか多分ね、この店が閉鎖になった時はもうね、空き家になってたっていう場所だと思いますね。なんか本当ね、いや昭和っすよね、昭和、昭和いいな、昭和でございますね。このシャッターが開いてた時に来たかったっすね、本当にね。それでね、ここがね、西所沢駅北入り口ですね。北入り口って言った時はどっかでね、南入り口って言っても多分あると思うんですからね、非常に通行量の多いね、こう高線、あれですね。で、こう歯医者さんの看板あったんですけど、すごいですよね、中央線西八王子駅前って随分ね遠くの歯医者さんのねこう広告があって、ここは何だろう、ここはなんか立派なラウンジがありますけどね、どういった目的のものだかね、この辺はねよくわからないですね。でこの非常に交通量の多い道をねちょっとゆっくり歩いていきたいと思うんですが、これ先ほどのキッチン森田さんの裏側、その先にですねこう床屋さんとかですね、そんなもんもねいろいろあったりするわけでございましてね、ここはですね西所沢1丁目16番地ということでございます。なんかすごいバスが来ましたね、ちょっと撮影してみますか。これなんすか、このバスは、このバス一体何ですか、このバスは一体何だった、このバスは、あ、幼稚園の送迎バスかな、これすごいバスだな、うわすごいなこれ、あ、幼稚園の送迎バスですね、ちっちゃい子を映しちゃまずいのでちょっとね、富士幼稚園の送迎バスですね、すごいですねすごいの見ちゃったな。ちなみにね、こんなのもありましたね、大きいサイズの店ですね、サイズマックスっていうね、これチェーン店なんですかね、大きいサイズ、私知らなかったですね。最近ね、こうネットでばっか買ってるんですからね、こういうでかいお店もあるってことでね、600m です、ちょっと遠いんでね、歩いていくと遠いんで、今日は行かないですけど、なんかの機会にちょっと行ってみたいですね、大きいサイズの店があるみたいですね、僕ちゃん幸せ。でこの道ね、なんかやったらめったら混んでるなと思ったらですね、これですよ、このおにぎりで463号って出てたでしょ、これね、国道463号って通称浦和所線ですね、浦和所沢線と言われてて、浦和からそのまま遠いですね、浦和から所沢に行くね国道なんですよね、これは混む、本当ねこれ埼玉のある意味第一つのね幹線道路でございましてね、これが片側2車線ということなら当然ですね、めっちゃ混むんですよ、混むんですよって言いながらガラガラみたいな混むんだよこの道は。あとやっぱこういう家を見ちゃうとね、こういうねお宅を見ちゃうと僕ちゃんねすごいね興奮しちゃうんですけどね、山崎の化学調味料フレープって看板出てるでしょ、で下の方がすごい綺麗じゃないですか、で上がレトロでしょ、でこれはねなんか外壁を、ね、半分だけ回収したんですよね、どうしてこういうことやったのかね、もちろん分かんないんですけど、傷んできて下からだけ傷んで回収したのかどうか分かんないですけどね、こういうの本当ね僕ちゃん大好きなんですね、ちょっとね普通の人にはあれかな、でもね下側が綺麗で上がまあレトロで、その上にこのね化学ねフレープのこのレトロな看板がついてるなんて、もうね僕は最高に好きなんだよねこういうのってね、はい、こんな感じの外観でしたね、かぎゅーとかね、フレープですよ、いいやな、あ、フレームだ、フレームじゃない、フレームだ、フレームの看板だからね、ずーっとあってね、あんな素晴らしいじゃないですか、ほんとね、で、463号がこんな風にね、めっちゃ混みですね、ほんとこの道がね、めっちゃ混みですね、で、この混んでる道にですね、こう、ご苦労なことにね、コミュニティバスが走っててね、1日4本たったの、1日4本だけ走らすっていう、航空公園駅方面と保健センター方面ということでね、いくつかルートがあるけどどれも本数が少ないってことでね、まあ使いづらいバスですよねこういうのね、でもないよりはマシだってことなんでしょうかね、はい、そしてねこの裏にあんなこうやってね非常に高いね、まあパワーマンションっていうほどじゃないですけどね、なかなかね
こう階段が高いねマンションなんかがいっぱい並んでると、そんな感じの街なわけでございます。しかしね、この階段の高いマンションがあってね、その奥にねこうやってね、なんともねこうレトロな路地ですよね。こうやってレトロな路地がぐーっとこう広がってるっていうね、この雰囲気がね、このラーメンの看板とかね、ほんとなんかこの辺のねコントラストがね素晴らしいですよね。でこれがね例のフレームですね、フレームとかあってね、こういう景色ですよね。あのレトロな感じとこういうね近代的な建物と、こういうもののコントラストっていうのは本当にね素晴らしい場所だなと思ったりもするわけでございます。こんな感じでね、今住まわれてないと思われる古い家とかね、こういう建物があったりとかして、そのやっぱりこう駐車場とかね、こんな風に広がってると、でその上にこうねこうマンションがいろいろ挟まっていると、その間に、あ逆光がきつい、こういう風にね駐車場なんかあったりすると、まあ、この辺をね開発したいんだけど、この辺のね古い民家の方の土地がどうなってんのかなみたいなね、そんなバランスとかいろいろね考えてね、まあ不動産屋さんのねいろいろなね、考えとかそういうのもねいろいろ想像も想像するだけでもね本当楽しいですよね。でもこの辺本当すごいですよね。こうマンションがね密集してますよね。その中にこう古い民家と駐車場と空き地があるっていう、この辺がね非常にね面白い人には面白いっていう、そういう世界でございますね。はい、こんな風にマンションがねいっぱい並んでてね、その中の住宅街にね忽然と現れる声優ってね、やっぱ声優が俺はねスーパーで一番好きなんでね、声優があるとなんかここで生活してもいいかなって、でなんかね歯医者さんがなんかあるみたいですね。やっぱ歯医者さんはないとね、どんな街にも必ずあるのがね歯医者さんと美容院でございますね。でこの交差点が多分ね渋滞の原因になってる交差点なんじゃないかなと思いますけど、ちょっと声優でねお買い物でもしていこうかな。それでですね、ここがですね、渋滞の原因になっている、金山町ですね、金山町の交差点なんですけど、すごいところですよね、ここはね。ここはなんで渋滞になってるかちょっと明白でございまして、原因はですね、五差路なんですよ。五差路なんで、その一つあたりのですね、この赤信号から青信号に切り替わる時間がですね、赤信号の時間が長いんですよね。だからどうしても渋滞してしまうということですね。でこの周り非常にですね、このレトロな、ビルとかです、建物とかビルとかこんな風にね、いろいろ揃ってたりとかしてですね、その後ろにこうですね、近代的なマンションとかって人にね、開発途中みたいな雰囲気がありますよね。こんなねちょっと平屋建てがあって、その上にこうねマンションがあるとかね、こんな感じになってますからね、ともかく交通量の多さだけはね半端ないぞっていう、そういうところでございますね。渋滞の原因はねこの五差路でございますね。五差路はねもう解決しようがないんですよね。だからもうぐるっと回るねバイパスとかを作る以外ね方法がないっていうのはね現状だと思います。このようにねガンガンね走ってますが、これがですね、いわゆる463号の裏戸交線でございますね。裏戸が佐賀港に走ってると、でここにこうまた1本ですね、広いですね、まあ2車線の幹線道路が走ってる、これは何でしょうね、県道かなんかですかね、ちょっと調べてみないと分かんないですから。でこれともう一つですね、ここの端にですね、ここお分かりいただけますかね、1本ですね、ここからじゃ分かりづらいな、ちょっとね、向こう側に渡った方が分かりやすいですけどね、このね、この飛び職人募集という広告のところに今車が上がってきましたけど、あそこにもですね、1本ですね、道があるんですね。だからあの時間分ですね、短くなるんですよ。で今こうもう1本のねメイン道路がねこうねこう、赤信号から青信号に切り替わってこうやって動いてるわけですが、もう1箇所ですね、ここですよね、ここの部分の、時間だけですね、普通の、交差点よりもですね、赤信号の時間が長くなるという分渋滞が激しくなるということでございますね。こっちの方が分かりやすいですよね、こうやってですね、V 字型になっているところに1本こうですね別の道がクロスしている五差路ということでございますね。こうやってですね非常に渋滞の原因になりやすいということでございますね。でこの交差点の脇にあるのがこうね所沢第一ホテルってホテルがあってね、これいいですよね、このレモン&ヒゲっていうねお店があってね、眼帯がレモンの形してるんですよね。こういうセンスね私大好きで、どういうお店か分かんないですけどね、はい、そのなんか看板のセンスっていうのは好きでございますね。こっちの方はねなんかあんま全然この道だけは、ね、渋滞してないんですよね。なぜ渋滞してないかというとですね、こっちの道がですね、信号の切り替えのやり方なんですけど、こっちの道が青になっているときは、
こっちから来るやつとこっちから来るやつと両方ですね、それぞれ、まあ、こっちとこっち交互に来るんですけど、その両方の時どっちの時もですね、こっちは青なんですね。なんかこっちだけですね、こちらの道だけね、青の時間が長いんですよね。だからこうやってこちら側だけ渋滞しないというような構造になってるわけでございますね。じゃあこの交差点はこんなもんでいいかな。まあ動き出しましたよね。こっちが動き出してあっちが動き出して、でこっちが止まってるでしょ。で今度ですね、こっちが止まってこっちが動き出してもこっちはですね青のまんまなんですよね。だから渋滞しないって、そういうね構造になっているわけですね、はい。でこっちが動く、こっちが動き出してこっちが動き出して、で、まあ、こっちも動いてる、ね、そういう感じなんですよね、はい。コロサは第一ホテルのね、こう駐車場なんかもちゃんとねあってね、こっちがメインのね本館の入り口みたいな感じでね、ホテルはちゃんとね今でも営業されてるって、今でもってね当然に営業されてるってことなんですよね。でこの道は何だろう、この道ね多分ねずっと行くとね分かんないですけど、あーすごいアーケードがついた立派な商店街になってるので、これ所沢の駅の方にね続くね商店街だと思いますので、このままこの商店街ちんたら歩いてですね、どうしようかな、所沢の駅の方まで行きますか、試しにね、そんな感じにしてみようかな、ちょっと待ってくださいね。あ、所沢の駅に行くな、これはねすごいですよね、これね、この商店街ですね、金山通り商店街っていう商店街ですね、ちょっとこのね歩道を渡ってね、向こう側に行ってみましょう。というわけでね、このね、道路標識ねご覧いただければわかると思うんですけど、さっきのね私が歩いてきて道から、大きく左に曲がるのがですね、浦戸線でございまして、あとはですね、463号で、あとは、県道ですね、県道がそれぞれ2つね、県道4号と県道55号、東村山に行くのと、狭山家の方に行く道路という感じで五差路になっているということでございますね、はい。でこの五差路の道をずっとぐるーっと回っていくと、このですね、なんとね、アーケード付きのね、古いね、商店街がね、こう、続いてるんですよね。これ多分なんですけど、浦和の方のですね、町の方にですね、続いている商店街だと思いますね。あ、すごいですね。なんか非常に趣のある、昔からあるね、商店街ですね。そういう言い方にしておきたいと思うんですけど、非常に歴史のある、ね、商店街でね、あ、靴屋さんなんかがね開いてたりとかしてね、で反対側がなんかもうマンションとかね、あとセブンイレブンが一軒あってね、ところどころこうやってアーケードが途切れてね、民家とかになると民家なんかに、ね、なってたりもしてますよね、はい。あとずっとね、こんな風には、作りからしてですね、作りからしてこの場所ですね。こちら側のセブンイレブンの、奥にもアーケードがあって、こちら側にもアーケードがあるので、昔はこれずっと両側にアーケードが続いてた確率が高いですね。それがいろんな開発が進んで、こうマンションとかいろんなものがこう建ったりとかしてですね。こうマンションがいろんなものこう建ったりとかして、このアーケードがこう壊れていったと。ね、壊れたっていうか外されていったというような、感じで開発が進んでいったんじゃないかなというふうに思いますね。このアーケードが、ね、途切れてるのはちょっと、ね、不自然な感じがしますよね、はい。でこちら側のアーケードはこうずんだらべったらで切れてますよね。だからここを、ね、後から切ったんですよね。でこうずっと見るとここは割合古い、ね、民家があって、そしてここはこうなんかスレートが入って縦のこう筋が入ってますよね。だからここはね昔から切れてたんですよね。それでそれぞれの、家がですねこうですね、お店がそれぞれの自分の軒先を管理してるような感じだったんじゃないかなと思うんですよね。だからお店がなくなると自然にこの屋根もなくなっていくというような感じで、こうやって中途半端なね途切れ途切れのですねこう屋根ができてしまったんじゃないかというのは僕の想像もそう憶測でございますということですね、はい。こんな古いね建物がね、川越もね真っ青でね、こういう由緒ある建物なんかこうやってね並んでる横にこうセブンイレブンなんかもあるみたいなね、でその奥にマンションがあって、こうやってですね、まあ開発の関係で連続していたアーケードもまあ途切れ途切れになってくるというような感じになってくるんだと思いますね。ですからお店にあったらこうやってねお寿司屋さんみたいにねきちっとね回収されて今後も頑張っていくぞっていうお店も当然あってね、こういうところはね、素晴らしいなと思いますけどね、お店によってはこうやってね、
シャッターが降りてしまったまま先に進めなくなってしまっているというようなお店もいろいろあると、そんなね、いろいろね、個別具体的な事情で、いろんな形になっている商店街ということが言えると思います。これがですね、その金山町の商店街で、あ、コミュニティバスが来ましたね。コミュニティバスの巡回バスがこうやって走っていて、このバス停がですね、まあ、こんな感じでですね、まあ、向こう側向こう側でバスがあるんですが、これはこれです。ところバスというね、コミュニティバスがここに走っていると。で、この交差点は、金山町5丁目という交差点でございまして、これ見ると結構もう所沢の駅は近いのかしら。金山町5丁目は、あ、まだまだ結構遠いかしらってことで、時間的には1日です。4本しかね、4本とか5本しか来ないってことはさっきのね、西所沢の駅と同じでございますね。こんな感じでぐるっと交差バスがあると、そんな感じでございますかね。じゃあどうしようかな。ちょうどね、所沢駅と西所沢駅の真ん中に来てしまいましたね。まあじゃあ所沢の方に歩いてくんだろうな。はい。はい、それでね、ちょうどですね、所沢市のね、コミュニティセンターの前までね、へこへこ歩いてきて、ちょうどね、西所沢とね、所沢の駅の間に行きましたけどね、あとあんま見るもんないかなと思うんでね、人、所沢の駅に近づいてね、人もどんどん増えてきてね、あんまへこへこやりすぎるとね、他人の迷惑になってもね、申し訳ないんでね、とりあえずね、どうしようかな、これから、まあなんか珍しいものがあったらちょっと撮りますけど、あとはね、一気に駅までね、歩いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。で、これがですね、まあ、コミュニティセンターの前ですね、所沢のいわゆる元町交差点ですね、元町交差点のところのね、あってですね、これぐるっと回るとですね、ここがいわゆる、地域交流センターっていうやつがあって、まあ、これずっと行くとね、これずっと行くと所沢の駅に着くんですけどね、で、カット専門店1000円とかあってですね、これですよね、この蔵みたいなね、この建物がちょっと気になりますよね。こういったね、古い蔵っぽい、これ蔵ですよね、多分蔵だと思うんですけど、こういう建物ってね、なんか皆さん川越の方が多いと思ってる方多いんですけど、意外とね、この所沢とかね、こういったところにもね、結構あります。埼玉って結構ね、あるんですよね。これ私今ずっと歩いてきた金山のね、商店街なんですけど、こうやってね、なんかこうやって古いね、こういう蔵建物なんかそうですよね、こういうね、古い商店がですね、結構ですね、あっちゃこっちゃに残ってるっていうのがですね、実は所沢の街なんですけど、なぜこうやってね、開発が進んじゃってね、もうマンションまみれになっちゃったっていうところで、非常にね、景観としてね、保存していくにはやっぱね、町全体としての景観の保存としてはやっぱ川越に完全にね、負けちゃったというか、まあ、都市政策の違いとも言えますよね。で、こうやって、こちらはこうやって近代的な建物がどんどん建っていってて、まあ、これはこれでね、非常に住みやすい、いい町というふうにね、考えてもいいのかなと思いますね。ですからまあ、所沢っていうのはいまいちね、歴史的に考えれば川越と並んでね、非常にああいうものがあったのかもしれないけれども、ちょっと、まあ川越みたいな観光地化はできなかったかなっていうんですね。ちなみにこれ面白いでしょ。これコミュニティセンターがあって、で、これコミュニティのバスなんですよ。で、ここに段差があるんですけど、段差のバリアフリー対応をですね、こうやって木でやってるんですね、木でね。木道でですね、こういうふうに作ってね、車椅子のスロープを作ってるってちょっと珍しいでしょ。で、ここにずっとあってこれがバスが来て、これでコミュニティバスが来るってなかなか面白いパターンですよね。これすごいですよね。木でできてるんですね。なかなかね、ちょっと珍しいんでね、ちょっとね、ご紹介してみたいと思いますね。ここはですね、所沢、所バス、所沢地づくりセンターのね、バス停ということでございますね。はい。それでね、もう撮影しないとか言ったんですけど、やっぱりね、いろいろ街歩いてると面白いものありますよね。ここが先ほどのね、地域交流センターですね。で、さっき木道のあのバス停が、木道のバス停があったところで、これがですね、美容院ですね。すごいですね、この看板好きですよね。紙。この紙って看板とか俺すごい好きですね。これ、なかなかね、レトロな感じでね、なんか日本髪やってくれるのかな、みたいな、そんなお店がね、あってですね。で、団地の1階にね、こうずっとね、団地っていうかマンションですね、1階にこうやってね、いろんなお店がこうずっと入ってるというね、昔の公団住宅なんかね、ああいうのこういうの多かったですよね。ただね、これは構造的にはね、多分ね、昔の公団住宅は1階のお店入れると地震が潰れやすいってことなんです。
でやめたんですけど、これはねお店が外にはみ出してるんで、構造的にね欠陥があるような設計ではないですね。特にそういった問題はないんですね。ただ1階にお店がいっぱいあるんで便利なだけで、構造的には問題ないと思いますね。でこの建物なんかもね、車ガンガン通ってますね。この建物なんかもね、まあ、古いのか新しいのかよくわかんないけど、なかなかね、川越チックな建物みたいな感じでちょっといいかなみたいな気もしますよね。はい、ここはですね、所沢市の元町21というところなんですね。はい、でこれがさっきのねレトロチックなお店ね、東京堂っていうお店なんですね。所沢で最高なんですけど、東京堂っていう名前でね結構攻めておりますよ、攻めてますよね。でこれが先ほどの団地っていうか、団地っていうかマンションがね、すごい高いでしょ。うわーとか見上げちゃってね、これぐらいになるとやっぱタワーマンションという言い方するんですかね。でも結構駅からまだ遠いような気がするんですけどね、なんか強気に存在するタワーマンションですね。この辺は本当でもね、こうマンションがもうすでに多いんですよね。結構駅まででもまだあるような気がするんですけどね。でまあ一回ねこうローソンとかね、でこれスポーツショップとかですね、でまあ佐川急便の配送所とかこんなのがあって、で本当ね人がものすごく増えてきましたね。薬局とかね、そんな感じでね、これをずっと行くとね多分駅だと思うので、まあ、そろそろこの辺で撮影もやめようかなと思いますね。本当人が増えてきたんでね、あんまやりすぎるとねちょっと迷惑かなと思います。と言いつつなんですがね、これが今のね東京堂とかあったところなんですけどね、これぐるーっと回るとねこんな感じでね、なかなかいい感じの公園ですよね。銀座中央広場っていう公園ですよね。なんか木が一本ズドーンとこうね立ってたりとかして、その下でね子供とかがね何やってるんですかね。一人のなんか一人の子集団でボコってませんから、いじめかな、大丈夫かな、まあ、そんなことはないでしょ。なんか一人の子ボコってんな、まあいいや。でこんな感じでね、そのこの高いマンションなんですけど、その裏一歩入ってくるともう完全にですねこうなんか古いですね、2階建て3階建てのこんな古いですね住宅とか、ね、これ工場なのかな、そういったのもあったりして、道一歩入ってたけど随分ね雰囲気が変わるなって、そういう気はちょっとしましたね。はい、こんな感じでね、なんかカゴの専門店みたいなのがこうあったりとかですね、これマンションのこんな近代的なマンションの1階にですね、こんな、こんなちっちゃ失礼ですけどね、レトロなね商品を扱うようなお店とかがあったりとかしてね、非常に面白いですよね。でこれなんかはやっぱね、このマンションがあるんだけどこの下にですね、なんかお米屋さん、古い家ですね。これ特に裏この裏側ですよね、この裏側のこっち側を見ると本当あ昔からあるなーっていうのがねよくわかります。昔はこういうお店がずっとここに連なってたのが、いろいろ開発が進んでこうやってマンションどんどん変わってて、今もあそこで建築やってますよね。こうやって変わっていくと、でこういったお店で商売続けたい方はですね、こういったところのこの1階にこうやって、これマンションですね、これマンションがずっと上まであって、すごい高いマンションですね。こうマンションがあって、その1階にこうやってまたテナントとして入っていって、ご商売を続けられていくというようなね都市計画を多分してるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、こんな近代的なね構想なのかな、マンションのそこにこうね、これなんか完全に蔵ですよね。蔵、昔の蔵のこういうね建物がこうやってね残ってたりするんですよね。すごいですよね。この建物はもう今完全に使われてないのかな、多分そんな感じだと思うんですよね。であの建物は何ですかね、ここはね、銀座三丁目のバス停そばなんですけど、この緑の屋根の建物とかねちょっと気になったりも、ね、しますよね。相変わらずしかしねバスの本数は少ないですよね。1日4本だけということでね、雰囲気は大渋滞、こんな感じでございますね。はい、でこの緑チックな建物はね埼玉りそな銀行ですからね、から昔からあるようなこれ銀行っぽい建物ですよ。だから昔から銀行があって、この辺を今、縮小して、まあ、スーパーとかに貸してると、そんな感じなんですかね。なんか昔の古い銀行ってこんな作りをしてますよね。そういった感じのですね、その埼玉りそな銀行の、まあ、流れを組む、古い銀行の建物がこうやって残ってるのか、それとも新しく作っちゃったのか、それがよくわかんないですけど、すいませんね、いい加減なこと言っていろいろね。というわけでね、ちんたらちんたら歩いてね所沢の駅までやってきたんですけど、ものすごいね人がいっぱいいるのでね、あんま撮影とかしてでもね非常に迷惑なんで、やめときます。はい、以上です。あと電車乗ってまた移動したいと思います。ありがとうございました。とにかくですね、所沢駅ですね、まあすごい人ですね。やっぱり、大都会ですね、もうね、びっくり
くりですね、本当ね、埼玉の大宮より人が多いんじゃないかっていうぐらいですね、人がいっぱいいてですね、もう巨大ターミナルっていうのはね、よくお分かりいただけるかと思います。